私の名前はなるみ。タワマンに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。みんなの周りにも無料のものが好きな人って一人はいるでしょ。もちろん試食とかお試し品とかだったらいいと思うんだけど、人にたかって無料で食べ飲みしようなんて考えが甘いんだよね。マジでここの試食美味しすぎ。商品買うかは別にして、ここでお腹いっぱい食べれば夜ご飯がちょっと安く済むもんね。まだそんなことやってたんだ。ん？前それで注意されてデパートで禁になったの忘れちゃったわけ？あんなの上が変わればすぐ忘れるんだから何度でも OK よ。無限に湧き出てくるドリンクバー的な。迷惑だからやめな。私は誰にも迷惑かけてない。それに今日のお化粧は化粧品売り場のお試しで全部やってみたの。全部いまいちだったから購入はしてないけど。マジで迷惑すぎる。そんなことばっかりしてるからあのスーパーで変なあだ名がつくんだよ。なになに？コジキングだって。ウケる。まあ別に好きに呼んでくれて構わないわ。痛くも痒くもないし。変なところでメンタル強いんだよな。そんなことの報告のために連絡してきたの？違う違う、なるみさんに一つだけ質問があって。何？今度美味しいお寿司食べに行くみたいだから、どこに行くのかなと思って。誰から聞いたのよ？誰に聞いたか忘れたけど、みんな言ってたの。極力話してないからみんな言ってるなんてことはありえない。誰から聞いたとか細かい話はいいじゃない。お店の名前を聞いてどうするつもり？今度私も行きたいから、ぜひ感想を聞かせてほしくて。じゃあ食べ終わった後に感想の LINE 送るね。お店の名前も。それじゃ意味ないから今すぐ教えて。どんなお店に行くか聞きたいの。この話の流れでお店を聞くっておかしいでしょ。勝手について来られても嫌だし。そんなことするわけないじゃん。ただどこで食事するか気になっただけ。私高級なところでお寿司とか食べたことないかな。教えられない。なんで？私さ、変な人に絡まれやすい体質じゃん。うん。だからお店に突入されたりとか、お店で勝手に先に食べられてたりとかがあるんだよ。ひどい。でしょ？だから同じ被害に遭わないようにお店の名前は伏せてる。なら私に任せて。え？私がそのお店を見張ってみんなが行かないようにしてあげる。いや大丈夫だわ。そうすればなるみさんは安心してご飯を食べれるわけ。だからお店の名前を教えてくれる？いや無理だって。お店の名前一つ教えてくれないなんてケチな女ね。あなたにだけは言われたくないんだけど。もったいぶってないでさっさと言えよ。人がせっかく下手に出てやってんのにさ。頼んでない。あなたが勝手にやったこと。なるみさんのそういう態度どうかと思う。教育してあげないと。勝手に言ってろ。美味しいお寿司私も食べたい。ほらそれが本心なんでしょ。それ以外の理由でなるみさんに LINE なんかするわけないもん。どんだけ自分に価値があると思ってんのよ。いいからさっさと店の名前。言わない。それじゃ。待ちなさい。食事会当日。見ちゃった見ちゃった、聞いちゃった聞いちゃった。は？なるみさんがどこで食事するのか聞いちゃった。だから先回りさせてもらった。もしかしてただ飯食べようとしてるんじゃないでしょうね。言い方が悪いな。なるみさんがおごってくれるってだけじゃん。おごらない。お金持ってるんだからちょっとくらいいいじゃん。ケチケチしたっていいことないよ。自分のお金を何に使うかは自分で決める。だからちょっとくらいいいじゃん。ちょっとくらいとか決めるのは私だから。心せんま。そんなことばっかりしてると人に嫌われるよ。あなたよりは好かれてるし人望もあるから心配しないで。またまた。たった一回私にご馳走してくれるだけで、なるみさんは私の中で英雄になるの。なりたくねえわ。だからお願い。一度お金を出したらその後も何度も来るでしょ。来ないかな。スーパーで禁にされたのに何度も試食に行ってるし。それはそれで、これはこれ。絶対嫌。なるみさんが何言っても同じなんだけどね。だって私先回りしちゃってるわけだから。お互いがいい気持ちで退店できるように私は LINE をしてあげたのにさ。全部自分主体の自己中心的な考え方。なるみさんのためを思ってしてあげたのに。それにさっき言ったでしょ、私先回りしたって。もしかしてもう食べ始めたの？当たり。もう20万近く食べました。お支払い助かる。その店私行かないけど。え？だからそのお店に今日私行かない。
それはあまりにも店の人に失礼なんじゃない？私が先に食べたからこの店には来ないって言ってるのよね。なるみさんの予約なのにそんな勝手なことできるわけない。何を勘違いしてるのか知らないけど、私お寿司食べに行くの別日だから。は？もともとは今日の予定だったんだけど別日にずらしたんだ。なんで？あなたが便乗してついてくることが分かってたから。なんで？勘かな。なんで？だから嫌な予感がしたから予定をずらしたの。なんでなるみさん来ないのよ。今説明した通りだけど、頭大丈夫？いや耳大丈夫？いや倫理観大丈夫？ひど！なんでそんなひどいことが言えるの？なんでそんなひどいことが私にできるの？人にお会計を押し付けるつもりで先回りして20万近く食べる人に言われてもね。でもおかしいよ。私なるみさんの名前で席に案内されたんだよ。そうだね。そのお店の大将には話つけてるから。大将だ？話つけたってどういうこと？そんな無駄話してる暇あるならさっさとお金を下ろしに行った方がいいんじゃない？本気で来ないの？まだ私希望を持って待ってるんだけど。いくら待ってもいいけど、閉店までその店にいたら迷惑だし、警察呼ばれるかもよ。警察？うん。何が起こってるの？一体何が？簡単に言えば、あなたが便乗してついてくると悟った時に大将に話したの。本当に私が食べに行く日の予約も取ったし、今日の予約も残しておいた。それであなたが来れば、あなたがお金を払う。もし来なかったとしても別にいいよって大将が。そんなの聞いてない！そりゃ言ってないからね。だいたいそんな勝手をしてもいいの？ここは有名なお寿司屋さんで結構高級で予約だって埋まってて。そこの大将とは本当に仲がいいからね。お願い聞いてくれたんだ。それに 100% あなたが来るって信じてたし。そんな絶大的な信頼が私に？なら私を信頼してお金貸して絶対返すから。そっちの信頼はゼロ。ゼロ？当たり前でしょ。あなたのことを信じたわけじゃなくて、あなたの物乞い精神を信じただけだもん。そんな精神ないわ。とりあえずそういうことだから、次便乗してきたらもっと痛い目に遭わす。ここの支払いどうすんのよ。どう責任取ってくれるのよ。知るか。自分のケツくらい自分で拭け。数日後、ゆりとひまわりとみわのライン。なるみさんのお金で好き勝手食べようとしたみわさんじゃないですか。そのせいで離婚寸前なんですよね。そうよ。てか離婚の話誰にも言ってないのになんで知ってるのよ。なるみさんに関わった人のことを調べ尽くしていますから。は？ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことを調べ尽くします。だからあなたのことも24時間365日監視して、過去も舐め回すように端から端まで調べられてますよ。キモ。私がやっていることが気持ち悪いのではなく、ひまわりの表現の仕方が気持ち悪いだけですよ。いや、どっちも気持ち悪いから。あの日の支払いはどうしたんですか？旦那に隠そうと思ったんだけど、クレジットの明細見られてバレた。随分と早くバレちゃったんですね。今はウェブ明細に変わっていますから、携帯で見るとすぐわかってしまいますもんね。そうなの。そのせいでお前とは離婚だって。ゆりが今回のことの顛末全部話しちゃったもんね。お前か。旦那がある人に聞いたとか言ってたから、なんで知ってるのかと思ったら、余計なことしてくれたわね。なるみさんに迷惑をかけたんですから当然のことです。あなたは自分で自分の行動も制御できないおバカさんなので、旦那様に報告して見張ってもらわないと。確かにそうだよね。自分の判断じゃ善悪の区別がつかないんだもん。子供と一緒だから保護者の人に面倒を見てもらわないとだね。私が子供と一緒なんてバカなこと言わないで。私は30を超えたいい大人よ。色っぽいエキスがにじみ出て。いい大人は他人に迷惑をかけてただ飯を食べようとしたりしません。エキスってどこから出るんですか？見てみたいです。あ、もしかしていつも試食してる時に垂らしてるよだれのことですか？なら私はそのエキスいりません。違うわよ。あんたたち二人に話しても無駄ね。私は今旦那にどう言い訳するか考えてて忙しいから邪魔しないで。あ、それか言い訳考えて。嫌ですよ。離婚を受け入れるしかありません。役立たずどもが。もういいわ。じゃあね。何勝手に話を終わらせようとしているんですか？え？ゆりが雑談するために来たなんてありえませんから。お仕置きをするために来たんですよ。誰に？あなたに。なんで？え？なるみさんに迷惑かけたから。それだけで？だけ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 ？キャー！
ああ、私の大切ななるみさんに迷惑をかけておいて何を言っているんですか。あなたのようなクズはさっさと消えろ。だいたい生きてるだけで本当に邪魔。場所を取るだけではなくて二酸化炭素を放出し、なるみさんのための綺麗な酸素を汚していく。そしてなるみさんに迷惑をかけてなるみさんの心を傷つけ、なるみさんの時間を奪い、本当に有害。生きてることを恥じて生きていけ、生きてることに感謝しながら日陰で暮らしていろ。まあまあ、ゆりの気持ちはよくわかったから、そこまでにして落ち着く？ね？はい？私は別に落ち着いていますけど。ならよかった。暴走したユリはナルミさんじゃないと止められないからね。なんなの、いきなり早口でベラベラ喋ってびっくりしちゃったじゃない。私のナルミさんに迷惑をかけたことを身をもって反省させてあげます。え、今まであなたがやってきた悪事、旦那さんに全部ユリが話しちゃいましたよ。悪事って、あなたが今まで散々他人に迷惑をかけお店を出禁になったりした話です。他のママさんに謝罪に行くためにあなたの私物を全部売り払ったそうです。売り払う？反省するまでは帰ってくるなって家を追い出されてからまだ帰ってないんだけど、私のブランド物全部売っちゃったの？そうみたいですよ。そのお金で他のママさんに返金してるみたいです。あれは全部私のものよ。旦那様の20万使ったの誰ですか？それは、あと、あなたが盗みを働いたことも知っています。知ってたの？知らないわ。盗みまでしてたんですか？知らないってば。盗みを働く人の腕は切り落とさなければ。冗談よね。本気ですよ。ということで、あなたの両腕を切り落として裏施設の見せ物小屋で働いてもらいます。見せ物小屋？サーカスみたいな感じのところとかにあったやつだよね。なんか蛇女とか炎を食べるとかあった気が。へえ。そこでどんなことをしてもらいましょうか。両腕がないのでできることは限られてきますが、まあそれはおいおい考えましょう。いやよ、ごめんなさい。反省しますから。反省するからお願い許して。その後、美和さんは旦那さんと離婚。今まで迷惑をかけたママさんのところには美和さんの旦那さんがきっちりと返金したんだって。そのお金は美和さんが買い込んだりしていたブランド物を全部売りさばいたらしい。美和さんはそれを見て泣きながら、私のお宝がーとか叫んでた。離婚してからは彼女一人でボロボロのアパートに住んでたんだけど、その後すぐに引っ越していっちゃった。引っ越していったというか、連れて行かれたというか。両腕を切り落とされて、今頃見せ物小屋で働いてるんでしょう。噂で聞いたから本当かわからないけど、何でも食べる女として活動してるとか。虫に始まり食べ物じゃない絵の具とか石とか、あとはいろんな肉とか。何の肉か気になるって人もいると思うんだけど、ユリのことをよく知っている人なら多分想像つくよね。まあ知らない方がいいこともこの世にはたくさんあるってことで。さてと、私は美味しいお寿司を食べに行こう。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニヤマルと暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。仕事休憩中にスマホをチェックしていたら、知らない人から LINE が来たんだけど。このドラボー猫。はい、お名前レイナさん。送る相手間違えていませんか。うちの猫は泥棒したりしませんよ。あんたよ、あんた、私の彼を奪ったでしょ。本当はね、昨日私とデートするはずだったのに。はあ、そういう意味の泥棒猫ね。それならなおさらのこと、送る相手を間違えていますよ。私は既婚者なので。そんなの知ってる。あんた頭悪いんじゃないの。顔も悪いし頭も悪い。だって昨日の夜はデートしようと思って挨拶したのに、妻が美味しいグラタンを作ってくれるんだって言い出して。こんなん泥棒猫でしょ。なるほど、レイナさんは既婚者と不倫してるわけね。でもそれじゃあレイナさんの方が泥棒猫なんじゃないの。違う。だって私の方が先に出会ってたら絶対に私と結婚してたんだから。私たちは運命なの。誰に引き裂かれようとも、この愛だけは変わらない。だって私プロポーズされたんだから。プロポーズ？そう、私ね、彼に言ったの。愛してるから結婚しようって。そうしたらね、彼はいいよって言ってくれたんだから。むしろそれ逆プロポーズじゃないの。ああ、もううるさいな。これだから年寄りは。年寄りってあなた何歳なの。45歳だけど。私30代なんだけど。分かった、いいからとっとと彼とは離婚しなさい。あんたにはお金持ちで優しい夫なんて不釣り合いなの。
だってあんた夫を置いて女友達と旅行に行くんでしょ。最低。私だったら絶対に彼から離れないもの。うわ、鬱陶しい。だから私と彼は運命の愛情でつながってるの。あんたなんかと一緒にしないでよ。というかどう考えても違う人に送ってますよ。ちゃんと送る相手は確認してくださいね。とにかく離婚してよ。あなた頭大丈夫？だから私は違うって言ってるでしょ。離婚、離婚、離婚。ダメだこりゃ。このレイナさんって人一体誰なんだろうね。私の夫の不倫相手って言ってるけど、そもそも話が合わないし、私の方が一回り年下なのに私を年寄り扱いしてるもんね。ただのおかしい人なのかなと思っていたんだけど、後日怪しい女性が我が家の周りをうろついているところを発見。私は妊娠中だし、うちには小学生の娘と猫もいる。やっぱり心配ってことでさ、いろいろ調べてみたんだよ。そうしたら、彼離婚したいけど離婚できないって言ってる。またレイナさん？だってあんたが別れてくれないから。というかこの間うちの周りをうろついてましたよね。私とすれ違ったんだけど気づきませんでした？え？それは全然見てなかったけど。あんたの旦那にプロポーズされたんだからとっとと出て行け。あの一戸建ては私がもらうんだから、慰謝料に着物を置いて出て行け。本当に頭悪すぎでしょう。え？改めて言っておくけど、レイナさんの不倫相手はうちの夫じゃないよ。どうやって私の連絡先を調べたのかはわからないけど、探偵でも雇ったならそいつは使い物にならないね。何よその言い方。私がどうやって調べたかなんてあんたには関係ないでしょ。分かったら範之さんを私によこしなさい。やっぱり範之さんか。そう、範之さんは私の方が好きなんだって。ちなみに私の夫は大地ね。は？え？ついでに言うと、うちの近所に住んでいる50代くらいの男性が範之さんっていう名前だよ。あと、あなた私のこと年寄りって言ってたけど、私30代なの。私が年寄りだったらレイナさんはどうなるわけ？え？いや、嘘でしょ。まったく、ここ数日変な女が家の周りをうろうろしてるし、わけのわからない LINE は来るしで本当にイライラしたんだけど。だって私この家に住んでる女の LINE を知りたいって、ちょっと怪しい業者に高額払って頼んだんだけど。ああ、範之さんが何度か家に来てたから、それで彼の家だと勘違いしたんじゃないの？どうせ範之さんがうちに入るのを見て、それだけで判断したんでしょ？だって家に入って行ったんだからそうでしょ？ちなみにあなたが見たのは洋風の家？そうだけど。うん、なら違うよ。くずすぎさんの家は純和風の家だし。じゃあ、あんた本当に範之さんの奥さんじゃないの？私はただのご近所さんってところだね。なんだ。ねえ、じゃあ協力してよ。ふざけんじゃねえよ。え？あんたさ、ご近所の敷地内にコンビニで買ったお菓子とかのゴミ投げ入れてたでしょ。いや、それはほら張り込んでたんだけど、やっぱりお腹だってすくでしょ。ゴミは自分の家に持ち帰る。そんなこともわからないわけ？ここ最近不気味なゴミ女が周囲を徘徊してるって言って、小学校からもお知らせが来てたくらいだよ。私のどこが不気味なのよ。だから学校とか町内会に話しておいてよ。怪しい女性がうろついてるから注意するようにってね。あとは監視カメラとかが玄関に設置してある人は、少し広い範囲が撮影できるように場所なり設定なり考慮した方がいいって。そのおかげかな、あなたがゴミを投げ入れてるところバッチリ撮影されてたからね。え？でもたかがゴミだし。人の家の敷地内に勝手に入ってゴミ捨ててたりもしたよね。不倫で頭がラリってるのは勝手だけど、犯罪は犯罪だよ。ちょっと待ってよ。それと範之さんの奥様も事情を知ったみたい。レイナさんとゆっくりお話ししたいってさ。よかったじゃん。あなた大好きな範之さんの奥様に宣戦布告したかったんでしょ？え？まあそうだけど。弁護士同伴でお話しするってさ。それはまずいってば。まったく、やっぱり我が家と他の家を勘違いしていたみたいだね。それにしても家の周りをうろうろして、コンビニで買ったお菓子とか肉まんのゴミなんかを勝手に人の庭に捨てる。これだけでどういう人間性なのかわかるよね。ご近所さんには話を流しておいたから、おかげで監視カメラに映りまくりで証拠もたっぷりだよ。
ちなみに紀之さんと不倫関係にあるのかと思ったけど、実際にはそうではなくてただの片思いだったみたい。二人とも図書館の常連で、挨拶したり時々軽く話す程度の中、つまり玲奈さんが言っていたことは全部嘘なんだ。もうびっくりしたよ。プロポーズされたとか言ってたじゃんね。私のことを紀之さんの奥様だと勘違いして苦しめてやるつもりで、彼は私を愛してるみたいな嘘をついていたみたいだけど、意味なくて笑うわ。でも奥様は名誉毀損の方で慰謝料を請求することにしたそうだよ。何でもあちこちに、私は紀之さんに愛されてる、あの人の奥さんは彼を放置していびる最低な鬼嫁とか言って嘘をばらまいてたんだってさ。数日後。ねえ、うわ、ブロックするの忘れてた。なんでそんなこと言うのよ。はあ、私には全く関係のない人でしょ。そうじゃなくて、お願い。ねえ、これも何かの縁でしょ。私、慰謝料を請求したいの。請求したいのじゃなくて、されてるんじゃないの。だって私、紀之さんがお金持ちだと思ってたのに。何、あの人無職じゃないの。いつも平日図書館にずっといるし、身なりもいいからお金持ちだと思って再婚相手にぴったりだと思ったのに。だから図書館のカードをチラ見して名前も覚えて、家も特定しようと後をつけたんだよ。いや、だからそれが何、最低でしょう。しかもお金持ちだから再婚相手にぴったりって、品がないね。仕方ないでしょ、私去年離婚してお金がないの。ちょっと家事をしなかったくらいで慰謝料まで取られたんだから。子供たちまで全員元夫の味方、ありえないでしょ。パートもスーパーの品出しで、深夜早朝で体がきついし。慰謝料を取られるレベルってことは、ちょっと家事をやらないじゃなくて、ほとんど家事放棄でギャンブルでもしてたんじゃないの。いや、それは。呆れた。とにかく私にはもう関係のない話なんで、あなたみたいな人と関わっているのは時間の無駄で人生の無駄。分かったらブロックするから、もう二度と連絡してこないで。待って、本当に待って、お願い。私友達もいないの。でしょうね。でしょうねって何よ。あえて友人を作らず一人を満喫してるってタイプではなさそう。そりゃ誰もあなたみたいな人とは関わりたくないよね。もうどうしたらいいのよ。あの男ヤバい人だったし。ヤバい人って、クズ杉さんが。普通のおじさんって感じだけど。あいつヤバい男よ。私のせいで妻が怒ってるから500万別に払え、妻には内緒にしておけっていうの。私のパート先まで来るから店長には怒られるし。え、クズ杉さんそういう人なの。やばいわよあいつ。私の家にまで来てガンガンドア叩くし。何でも無職で奥さんに養われている状態だから、捨てられたら困る、お前のせいだって言ってひどいの。あ、なるほど、そういうことなのね。でもこれは私が悪くないでしょ。あのさ、レイナさん、私のことなんだと思ってるわけ。え、それは。あなたの友達でも何でもないし、迷惑かけられた被害者なの。友達みたいなノリで、私かわいそうでしょ、被害者でしょみたいにやられると腹立つんだけど。なんでそんな言い方しかできないのよ。とりあえず今後うちの近所に来たら警察に通報するから。は、なんで、なんで。だって人の敷地内に勝手に入ってゴミを捨てるような人だよ。うろうろする変な人がいるなら、ちゃんと市民として通報しないとね。あ、私だけじゃなくてご近所さんたちもみんなそうするらしいから、二度とこの辺に来るんじゃないよ。もう許してよ。その後、結局クズ杉さんの奥様に少額とはいえ慰謝料を請求されたみたい。うちはゴミを投げ捨てられたりはしなかったんだけど、被害に遭ったご近所さんたちも警察に通報したり、いろいろ揉めてるってさ。でも一番怖いのが、私たちもただの人のいいおじさんだと思っていたご近所のクズ杉さんが、なかなか面倒な人だったってこと。早期リタイアしてのんびり暮らしているって言ってたけど、実際には奥様の紐みたいな状況で、おまけにかなりの粘着質。毎日図書館に通っていた代わりに、今は玲奈さんに粘着。奥様に内緒のお小遣いをゲットしようと張り切っているらしく、あの玲奈さんの方がノイローゼ気味だってさ。巻き込まれたくないから、町内会や学校には相談済み。なるべく関わらないようにしないとね。さて、今日はあったかいスープを作ったよ。この春になりかけの時期ってさ、油断してるとめっちゃ寒いんだよね。今日はすごく寒いから、にゃにゃまるも猫用こたつでこたつ盛り中。それにしても、これめっちゃ可愛いな。
最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。